ゼウスの計画トロヤ戦争その1トロヤ戦争とはトロヤの王子パリスに誘拐されたヘレネを奪還するためアガメムノ率いるギリシャ連合軍が10年間にわたってトロヤを攻撃し滅亡させた戦いですがこれはゼウスによって引き起こされた戦争ですどういうことでしょうか。ここで ギリシャ神話における人類の時代の区分を見ておきます黄金の時代に始まり現在は鉄の時代オイディプスが生きたのは英雄の時代ですゼウスはこの英雄の時代を終わらせようとしますなぜでしょうかこの時代英雄たちの数がどんどん増え大地の女神ガイアは彼らの活躍を支えるのを重にと感じるようになっていましたが 彼らは大地の苦しみに頓着せず、傍若無人の振る舞いを続けました。そこでガイアは、思い上がった人間を滅ぼし、大地の荷を軽くしてほしいとゼウスに訴えます。そこでゼウスは、英雄たちが大好きな戦争を起こし、彼らが殺し合った末に滅びるように導くことを決めます。そしてまず、 オイディプスがいなくなった後の定媒で2度にわたる激しい戦争で英雄たちの活動の重要な拠点だった定媒を滅亡させます。その後ゼウスはギリシャ人だけでなく世界の辺境や果てに住む者たちまで巻き込んだ一層大規模な戦争を起こしトロヤを滅亡させます。それがトロヤ戦争。 この戦争によって英雄の時代を終わらせ、彼らよりはるかに劣った子孫たちである鉄の種族たちに交代させたのです。ゼウスは、このトロヤ戦争をどのように起こそうとしたのでしょうか。まず、英雄たちが夢中になり、殺し合いをせずにはいられないような、絶世の美女を誕生させます。ヘレネです。また、大戦争の花形となる無双の勇士を誕生させます。アキレウスです。 その上でパリスの審判を行いヘレネを誘拐させてギリシャとトロヤの戦いの原因を作り出します。これがゼウスの計画でした。ではゼウスは絶世の美女ヘレネをどうやって誕生させたのでしょうか。ヴェロネーゼゼののこの絵がそれをを表現してて、います。レダと白白鳥。鳥ウスは白鳥に姿を変えて スパルタ王妃レダの子ヘレネはスパルタ王トゥンダレオスと王妃レダの子として育てられました絶世の美女に成長したヘレネはメネラオスと結婚しメネラオスがスパルタ王となったためスパルタ王妃となるのです次はゼウスの計画その2 ゼウスとポセイドンは、海の女神テティスに愛を求めて争っていました。テティスは、ネレイデスと呼ばれる海に住む女神の中でも、傑出した美女でした。ゼウスは、ヘラの前妻であり、起掟の女神であるテミスから、恐るべき秘密を教えられます。テティスは、 誰の幸運でもその子は父よりも強くなるという運命の定めを背負っている、と。そこでゼウスは求愛をやめ、父より強い子が生まれても、神々の地位が脅かされることがないよう、彼女をテッサリアのプティア国の王で優れた勇士だったペレウスという英雄と結婚させることにしました。そしてペレウスとテティスの間に生まれたのが、 アキレウスなのですでは次にゼウスの計画その3パリスの審判について見ていきますトロヤ戦争の原因となった出来事です話は英雄ペレウスと女神テティスの結婚に遡りますこのペレウスと海の女神テティスの結婚を祝う宴会で事件が起きますこの宴会は 多くの神神々がが、集ままっていましたが女神エリスだけは招かれませんでした。エリスは争いの女神でそれがどんな楽しい集まりでもこの女神が加わるとたちまちいがみ合いの場に変わってしまうためです仲間外れにされたエリスは憤慨し仕返しをしようとしますこの絵の中にそれが描かれていますここですエリスは、 エスペリデスの楽園になっている黄金のリンゴを一つ取ってきて、投げ込んだのです。そのリンゴには、「最も美しい女神へ。」と書かれていました。これは、黄金のリンゴが投げ込まれた直後の宴会の様子を描いています。たちまち女神たちの間に争いが起こり、結局、ゼウスの妃ヘラとゼウスのマナ娘アテナ、 それに、アフロディーテの三女神が最後まで自分が最も美しいのでこのリンゴを受け取るのにふさわしいと主張し合って譲りませんでしたこの絵でも三女神が描かれていますが左からアテナアフロディーテヘラです。ゼウスは仕方なくこの三女神のうち誰が最も美しい女神かという審判をトロヤの王子パリスにさせることにします。 そこで三女神はパリスのもとに向かいます。これは有名なルーベンス・パリスの審判。ここを拡大します。手前がパリスですが、羊飼いの姿をしています。なぜトロヤの王子がこのような姿なのでしょうか。パリスの母であるトロヤのヒヘカベは、 妊娠中に自分が燃え盛る松明を生み、その日でトロヤの町が焼き尽くされる夢を見ます。そのため、パリスは生まれるとすぐに、トロヤ近くの伊達山の山奥に捨てられました。しかし、この赤子は熊の乳を飲んで生きながらえ、それを羊飼いが見つけて救い出します。そして、パリスはこの羊飼いの下で勇ましい美男の若者に成長するのです。 パリスが羊飼いの姿で描かれているのはこのためです。では、パリスの後ろにいるのは誰でしょうつば広の丸い旅行帽ペタソスを頭にかぶり、神々の伝令の証である杖ケルケイオンを手にしていることから、すぐにヘルメスと分かります。このヘルメスがパリスのもとに三人の女神を連れてきたのです。ヘルメスは、 神々が目の前に降臨したのを目の当たりにして、恐れ震えているパリスにこう言ってリンゴを渡します。ゼウス様は、ここにおいでの三人の女神の中で、どなたが一番美しいかを審判する役をお前に命じられたのだ。お前が最も美しいと思う女神に、このリンゴを差し上げなさい。三人の女神たちは、 自分を選ばせようとしてそれぞれが果たしている職分にふさわしい贈り物を与えることをパリスに約束します結婚の女神ヘラはゼウスの聖祭であり神々の女王として堂々と威厳あふれる美貌を備えていましたがアジアとヨーロッパの支配権を贈り物にしますまた知恵と戦争の女神アテナは 聡明さを称えた凛とした美しさを持った永遠の処女でしたがあらゆる戦いにおける勝利と知恵を贈り物にしました愛と美の女神アフロディーテは容姿の美しさとともに男を虜にする艶やかな観能美を備えていましたが人間界で一番美しい女性を贈り物にしましたアフロディーテは 真っ白な形よく盛り上がったチブサを、薄い衣を通して覗かせながらパリスの髪に手を触れ、サンゴのような赤い唇をパリスの耳に近づけて、生めかしい声でこう言いました。世界を支配することよりも、すべての戦争に勝つことよりも、男にとって最大の喜びは、無情の快楽を味わわせてくれる美女を妻にして抱くことです。 今人間たちの世界にこのアフロディーテを生き写しにしたような美女がいてスパルタの王メネラオスの置き先になっていることはお前も知っているでしょう。そのリンゴをこのアフロディーテにくれればあの世界一の美女ヘレネをお前の妻に差し上げましょう。そうすればお前はまるで美の女神の私を抱いているような閲楽に昼も夜も酔いしれて暮らすことができるでしょう。 アフロディーテの言葉を聞いたパリスは、魔法をかけられたように何も考えられなくなり、リンゴをこの女神に渡してしまいました。この審判によって、パリスは世界一の美女ヘレネを妻にできることになっただけでなく、アフロディーテに寵愛され、加護を受けられるようになりました。しかし、それと同時に、彼とその一族のトロヤの王家は、 恐ろしい女神の敵を二人も持つことになります。なぜなら、ヘラとアテナは、パリスの審判によって、偉大な女神としての誇りを、ひどく傷つけられたからです。二人の女神は、こう言い合いました。こんな侮辱を癒しい人間の若者から受けた恨みを、晴らさずに置くことはできない。そして、パリスだけでなく、親や兄弟たちにも、 必ず惨めな破壊を遂げさせ、彼の下した審判がどれほど愚かだったかを、後世の人間たちにはっきりと思い知らせてやる、と固く誓い合ったのです。パリスの審判のしばらくの後、トロヤで盛大な協議会が開かれました。不吉な夢が理由で20年前に捨ててしまったパリスのことを忘れられない、パリスの母ヘカベがプリアモス王に頼み、 死んだと思い込んでいた我が子の霊を慰めるための競技会です競技の優勝者に贈られる商品として選ばれたのがパリスが一番可愛がっていた牛でしたそれを知ったパリスは牛を取り戻すために競技会に参加パリスは5種類の競技すべてで優勝してしまいますそして彼が20年前に捨て子にされたプリアモスの王子だということが明らかになります 死んだと思い込んでいた息子がたくましく美しい若者になって戻ってきたことを知りプリアモスとヘカベは喜びに我を忘れ、この時からどんなわがままでも許すほど出来合いします。そこでパリスはプリアモスに頼みスパルタへ行くための豪華な飾りのついた贅沢な船を作ってもらいその船にヘレネの関心をかむための贈り物をどっさり積み込んで ヘレネのいるスパルタへ向けて出発します。ヘレネはこの異国の美青年にすっかり心を奪われてしまいます。この絵は、ヘレネをパリスに紹介するアフロディーテ。ここではパリスは、アフロディーテの導きで、スパルタ王宮を訪れ、スパルタ王妃ヘレネを口説き落とすとしています。これは、 パリスの愛を受け入れるようヘレネを説得するアフロディーテ。ここでもヘレネの略奪にアフロディーテが深く関わっているとされています。パリスはメネラオスがクレタ島に出かけるとすぐにヘレンを連れ去ります。パリスの虜になっていたヘレネは、持てるだけの財宝を持ち、パリスと一緒に彼の船に乗り込みます。この絵はグイドレイにヘレネの誘拐、何とも優雅な誘拐場面です。 パリスに手を取られ、足取り、軽いヘレネと次女たち、まるでピクニックへでも出かける途上のようです。右下にエロスが描かれているので、ヘレネはエロスの黄金の矢をいられてパリスに恋をしたと描いているのでしょう。本来ならば、この作品のようにヘレネを奪回しようとするスパルタ兵と戦いになったことでしょうが。そして、3日の公開で、 帰り着きますトロイアの人々はパリス王子が世界一の美女を連れ帰ったことをどのように受け止めたのでしょうか「喜び大歓迎」とする説もありますが「ホメロスイリアス」にはパリスの兄でトロイア最大の英雄ヘクトールの言葉として「父と祖国また国民全部に災いをもたらした」と記されています。ギリシャを怒らせ 望んでもいない戦争を戦うことになるのですからトロイアの人々の大半はヘクトールと同じ気持ちだったことでしょうではパリスによるヘレネの誘拐がギリシャ全土を巻き込み英雄の時代が終わる原因となるトロイア戦争が起こるきっかけとなるのはなぜでしょうか留守の間に妻を誘拐された上財宝まで持ち去られたことを知ったスパルタ王メネラオスはまずミュケーネに行き 兄のミケナイをアガメムノンに相談しますそして彼の助言に従いかつてヘレネの求婚者だった英雄たちのもとを訪ねアガメムノンを総大将にして組織されるトロヤへの遠征軍に加わってくれるよう頼んで回りました英雄たちは皆その遠征に加わることを承知しギリシャ全土から屈強の兵士たちが アウリスという港に集まってきましたそれはなぜでしょうかこれを理解するにはヘレネの結婚まで遡る必要がありますスパルタ王、チュンダレオスがヘレネの向こう選びをしようとするとギリシャ中から英雄たちが押しかけてきました求婚者たちはみな狂ったようにヘレネに恋をして今にも殺し合いが始まりそうに見えましたチュンダレオスが困っていると イタカという島の王で求婚者の一人だった知恵者のオデュッセウスがこう進言しました。「求婚者たちに誰が婿に選ばれても絶対に異議を唱えずまたその結婚に害するものがあれば全員が一致してヘレネの夫を助けると誓わせてからヘレナ自身に夫を選ばせればよい」とテュンダレオスが言われた通りにするとヘレネは メネラオスという金髪の微青年を夫に指名彼は当時ギリシャで最も強い国だったミケーネの王アガメムノンの弟でしたこの二人は皆に祝福されて結婚しメネラオスはやがて義父の後を継いでスパルタの王となります以上のようにパリスのヘレナ誘拐に対してギリシャ中の英雄たちが 遠征軍に参加することになったのは婿選びに際してのオデュッセウスの提案が理由だったのですちなみに世界一の美女とされるヘレネは多くの画家によって描かれていますがその美しさ魅力を十分に伝える作品にお目にかかったことはありません。ここで トロヤ戦争の両陣営について見て見おきましょうまず名将たちギリシャ陣営は峡国ミケナイの王でエネラオスの兄でギリシャ軍の総大将アガメムノンスパルタの王でパリスに唾を奪われトロイア遠征を懇願したメネラオスギリシャ軍一の勇者アキレウスアキレウスの友でヘクトールに撃たれることになるパトロクロス キリシャ軍随の戦術家オデュッセウストロイア陣営はヘクトールやパリスの父である老齢のトロイア王プリアモストロイアの皇太子で聡明であり戦場では恐れを知らぬトロイア軍総司令官ヘクトール弓矢自慢の王子で戦争の引き金となったパリスヘクトールに次ぐ勇者で後にイタリアで建国するアイネイアス。 また神々も両陣営に分かれて戦いに加わりました。両軍に加担したのがゼウス、基本的には中立の立場ですが、状況に応じて各軍に肩入れしました。アキレウスの味方は母テティス。ギリシャ陣営は、パリスの審判で最も美しい女神に選ばれなかったヘラとアテナ。かつてトロヤ王のために城壁を作った際、王が報酬を払わなかったことから、 トロヤ王家を恨んでいたポセイドン、嫌っていたアフロディーテの愛人アレスが、トロヤに味方したヘパイストス。トロヤ陣営は、パリスの審判で最も美しい女神に選ばれたアフロディーテ、アフロディーテに引き込まれたアレス、トロヤの総大将ヘクトールを寵愛していたアポロン、双子の兄アポロンがトロヤに味方したアルテミス。このように、 泥や戦争は神々も両陣営に分かれて10年間も戦ったのです。